徳山には自家発電所があるんですけども、そこから発生する石炭灰という副産物、それをセメントの原料としてリサイクルされているんですけど、私のテーマは違う使い方で使えるようなリサイクル方法っていうのを開発しているところです。技術を確立して世の中に出したいっていうことを今一番考えてます。